米記者がジャッジの MVP を断言大谷翔平が球界最高でも受賞できない理由はボンズも20年連続で与えられなかったご視聴ありがとうございます早速今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきますとてつもない守備もするとジャッジ一方で大谷はポストシーズンが白熱するメジャーリーグにあって各個人タイトルの行方ももっぱらの話題となっている とりわけアメリカンリーグの MVP 争いは大谷翔平、ロサンゼルス・エンジェルスが有力候補の一角に挙げられ、ここ日本でも熱視線が向けられている。昨季の MVP として高い注目度を誇った今季の大谷は、圧巻のパフォーマンスを披露した。打っては34本塁打、95打点、オップス、875とおよそ投手とは思えないハイアベレージを記録。 一方で投げても15勝、防御率2.33、脱三振率11.87とリーグトップ5に入る高成績を残したのである。最も MVP を争うライバル、アーロン・ジャッジ、ニューヨーク・ヤンキースも強力だ。 何せやリーグ年間最多本塁打記録となる62本塁打を放ち長打率686、オップス1.111という異次元のスタッツを記録しヤンキースの地区優勝に貢献したのであるそのインパクトは唯一無二の二刀流にも引けを取らない近年の MVP 予想で重要視されてきたわーでも大谷を上回るジャッジそれだけに彼の受賞を押す声は絶えない 現地10月9日には、米紙 USA トゥデ y のボブ・ナイチンゲール記者が、ジャッジは MVP だと断言しながら各タイトルを予想した記事を掲載。その中で、30歳の怪物スラッガーについての持論を記した。今年のヤンキースは、打率点311、出塁率426。 長打率1686、62本塁打、131打点という史上最高といえる攻撃のパフォーマンスを披露してチームを支えたジャッジなしでは、よくてワイルドカードのチームだ、さらに彼はとてつもない守備もするとジャッジの多岐にわたる貢献度をクローズアップしたナイチンゲール記者は、MVP 予想の2番手に大谷をチョイス。 彼は球界で最高の選手だが、バリー・ボンズも野球記者たちから20年連続で MVP を与えられなかった。それにエンジェルスは、首位から33ゲーム差をつけられて終わっていると極度の不振を極めたチーム成績を指摘。そのの上で、次のように断じた。 もしも大谷がエンジェルスを首位争いさせていれば、このタイトルレースは全く別の議論がされていたかもしれないレギュラーシーズン終了後も絶えず続いている MVP 論争、史上最も難しいとされるこの争いを制するのはジャッジか大谷か、その行方は興味深く見守りたい、エグ軍からの放出はありえない、大谷翔平の去就に米メディアも注目。 ニューヨーク局はゴーア腕デグロムとのトレードの可能性を解くシーズン終了前に大幅昇級が決まった大谷、もしも年俸、朝廷に持ち込まれていたらどうなっていたかは興味あるね。俺だけじゃなくて、みんながそれを見たかったんじゃないかな、これは10月2日にマイク・トラウト、ロサンゼルス・エンジェルスが発した言葉だ。 この前日に同僚の大谷翔平が年俸3000万ドル約43億万円の1年契約に合意した際にはにかみながらそう答えたのだ。今やチームの欠かせない戦力となった大谷、それだけに年俸550万ドル約7億万円からの大幅昇給は十分に納得がいく金額だ。 しかし、トラウトの言うとおり、年俸調停に持ち込んでいた場合に、彼がいかなる契約を手にするのかは、実に興味深いものがある。もはや周知の通りだが、年俸調停を回避したからといって、23年シーズン終了後に満了となるエンジェルスとの契約が延長されるわけではない。あくまで来年の年俸が決定したに過ぎないのだ。故に大谷の去就は依然として、さまざまな可能性を残している段階。 現地メディアでも情報は錯綜している感がある米紙 USA Today の名物記者であるボブ・ナイチンゲール氏は今回のエンジェルスの早期契約が2023年シーズン中に契約延長を試みるという強い意志の表れであると分析さらに彼らにトレードで放出する考えはないと断じた一方でニューヨークの放送局スニーは対談の可能性を説く 日頃から地元球団のメッツの情報を発信する同局は、今季終了後のオプトアウト権を持つ球界屈指のゴワンエース、ジェイコブ・デグロムがチームを離れる可能性を予想。その上で、トレードを通じて翔平・大谷を、あるいはスティーブ・コーエン、オーナーの札束を使って、FA でジャスティン・バー・ランダーオデグロムの代わりに獲得することを想定していないとは思わないと指摘した。 果たして大谷はいかなる決断を下すのかそれこそ唯一無二のスーパースターだけに新たな契約がエポックメイキングなものになると同時に影響は球界全体へと波及しそうだ厚生クロマル・ザ・ダイジェスト編集部「EATIME=0.3S イイ」エンゼルス球団売却額史上最高4360億円も 球団売却の意向を示しているエンゼルスの売却額は最低30億ドル4360億円に上り大リーグ史上最高額を更新する可能性が9日日本時間10日浮上した米紙 USA トゥデイのボブ・ナイチンゲール記者が報じた交渉は活発になっており今後数ヶ月以内に売却が完了する見込みとした オーナーのモレノ氏が2003年にウォルト・ディズニー社から推定1億8400万ドルで手に入れた球団は経済誌「フォーブス」が出した資産価値では22億ドル約3200億円とされていたライオフに FA となる大谷は1年3000万ドル約43億6000万円で来期契約に合意した同記者は長期契約ではないが球団には大谷をトレードする計画はないとしている ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。